バンライフジャパンのりさこと大輝です。いつもご視聴くださってありがとうございます。ありがとうございます。今日は皆さんのおかげで一個私たちの夢が叶います。はい、なんとそれは宿泊施設とのコラボが決まりました。やった、嬉しいね。嬉しい。1年バンライフしながら2人でいつも夢を見ていたことだったので、それが今日叶うと思うと、はい、本当に感慨深いですね。感慨深いね。ね、しかも地元のね、リゾートホテルのオーナーさんから連絡がありまして、ぜひホテルを PR してほしいっていうね、連絡が来たからね、すごく嬉しいです。そのホテルは和のリゾートハズ、三河湾の中央、西浦半島の先端に位置し、360度海の絶景が一望できる風光明媚な温泉街にあります。三河湾を目前に弧を描くような個性的な露天風呂と、地元ブランド牛三河牛や地元で水揚げされた海の幸を使った料理でおもてなしをしてくれます。じゃあ行こっか。はい。いや、嬉しいね。嬉しいね。こう地元を離れてバンライフ始めたけどさ、こんな形で地元に貢献できるとはね、思ってなかったから、本当本当本当になんかね、感慨深い。そうだね、1年頑張ってよかったなって思うね。本当だね、1年前ね、仕事を失って絶望を味わってね、まあ、バンライフ始めたんだけど、そっからバンライフによって世界が広がって、こうやってまた地元でいろいろ貢献できることになってね、まあそう思えば、あの絶望がね、あったからかもしれないね。そうだね、本当に大きなきっかけになって、なんか今までできなかったことが一個ね、成長してできるようになったかなって思った。そうだね、よく頑張ったね。頑張りました。はい。ここで愛知県の三河湾をざっとご説明します。風光明媚な三河湾は知多半島と渥美半島に囲まれ、面積約600平方キロメートルの波静かな内湾で、周辺一帯は三河湾国定公園に指定されています。古くから港は交通、物産、水産物生産の拠点として重要な役割を果たすとともに、釣り、潮干狩り、海水浴、観光の場として人々に親しまれてきました。その三河湾の美しさから万葉歌人に愛され、万葉の小道や俳句の道が近くにあります。そんな歴史を感じる街並みが残された西浦ですが、近年ではマリンアクティビティも充実してきたことで、幅広い年齢層からの人気スポットとなっています。もうすぐだね。はい、きっともうすぐです。近づいてきました。こっからちょっと山へ登る感じで、キャンピングカーでどんな感じかだよね。そうだね、道と道の状態がどうかな。ねこちゃん、はい、どうですか。楽しみですよ。楽しみですね。どんなホテルでしょうかね。私は一回行ったことあるからね。あ、建物には入ってね。入って、そう、ヨガをそこでねやらせてもらったことがあるんです。そうでした。はい、ご飯も食べたことがあるって。そうで、多いんだよね。そうでしょ。で、大輝くんと来たいなって思ってたんだ。すごいですね。左方向です。その思いが叶いました。叶った、本当に。なぜか同じ旅館というかホテル。そう、ご縁があるんですね。あるんですね。ちょっと枝があります。はい、ちょっと枝があります。枝注意。枝は要注意です。大丈夫だね。そうそう、ここからグイーンと上がります。うえー、
頑張って行けるの。うよー、もうちょっと行って、もうちょっと、ここもうちょっと奥、奥、はい、ここです、ここです。右行けばいいの。はい、すっげー急だった。あー、よかった。あー、よかった、転がらなくて。どこに止める、この隅っこ。そうだね。到着しました。こんにちは。選べるんだね。選べるみたい。そうね、ピンクにします。はい、はい、うわー、お、広、すごい、すごいね。わー、豪華。うわ、はい、ほんとだ。かわいいじゃん。めっちゃ広いよ。広いね、すごい。へえ、はい、じゃあちょっとお風呂を見てみましょう。はい。おお、すごいよ。おお。海が。おお、すごい。見て、すごいね。おお、すごいじゃん。広い。なんか嬉しいね、こんなお茶を飲んでくつろぐ日が来るとは。ほんと、ねぎらいの旅って感じ。そうしよう、ねぎらいの旅にしよう。一年のねぎらいって感じだな。そうだね、今日はなるべく仕事をしないように。そうだね、ついやっちゃう、ついやっちゃう。はあ、だって今日は最高の夕食もあるし、でここの部屋の露天風呂があるからさ、うん、お風呂だってさ、この部屋に2個あるじゃん、露天風呂と2個ね、室内のお風呂があって、はい、この旅館にもさ、露天風呂と、うん、なんだっけ、大浴場、大浴場4個もある。どうする。いつも0個なの。4個も入る。4個も入る、4回入れるよ。でもさ、温泉でしょ、まあ、最低3回行きたい。じゃあもう今入らんか。今入らんかね。ちょっとじゃあ、お茶飲んだら、うん、やりましょう。入ろうね、うん、なんかこんなのもあるよ、抹茶。あ、いただきます。あー、激しいね。嬉しいです、満喫しないと。
部屋もだいぶ広いからめちゃくちゃ広い。ひなぶちゃんもあり余ってるよ。好きなだけで寝転がれる。かわいいね。何が書いてある？あ、ご挨拶だって。ご挨拶？はい、加藤さんのご挨拶が載ってます。おー、ほんとだ。ほんとにいい場所だね。もともとですね、新城市の湯屋温泉という温泉地が県内であるんですけど、はい、そちらで私生まれ育って、はい、子供の頃は1軒だったのが、うん、こうだんだん2軒、3軒、4軒って増えてきまして、うんうん、ここの旅館を経営されてた方が辞めたいっていうことで、うん、はい、社長だったおじいさんが亡くなって、はい、ここの旅館やられていたおばあさんとお母さんと大学生の娘さんと高校生の娘さんと女性4人にいろいろ教えてもらって、はい、ご飯食べさせてもらって、はい、それでこう引き継いだですね。西浦温泉としてももう50年ぐらいになってて。ああ、そうだったんですね。今もう70年近くなるですね。ああ、ですから。そうですか。始められた当初の思いみたいのはありました？なんかこんな風にしていこうみたいな。蒲郡温泉郷で4つの温泉地で、はい、4つの中の1つの西浦温泉なんですけど、はい、どこもバスで団体旅行がすごく多かったんですね、はい、でそういった団体旅行がどんどん減ってる時代だったので、うん、個人のお客さん、まあ、中心で、うん、に来ていただけるような、あ、はい、にしてました。あ、ね、またコロナもあったし、新しく展開してることとか、ね、まあ、展望みたいなのもありますか？一番近くの宿が、はい、コロナ第1号の廃業みたいなことで全国ニュースになってしまって、すごくこの温泉地自体もまあちょっと良くないイメージもあったりしたんですね。はい、高級旅館ではなくて本当にまあお値打ちな宿なんですけど、はい、普段食べれないようなちょっとごちそうを食べていただいて、うんうん、また食べたいなっていう感じで、うん、気軽に来ていただける、はい、なるほどね、宿で、続けられるといいなと思ってますね、うん、それで牛肉をですね、はい、一頭買いしてるんですよ。生産者の方が直接シャトーブリアンとかですね、はい、サーロインとか高級部位も、うん、はい、普通にお客さんに2200円のステーキとか注文すると食べてもらってるんで、はい、あ、すごいですね。よし、入ろう。はい、入ります。どうですか？ああ、気持ちいい。あ、上の方が暖かい。あ、なんかここすごい暑いんだけど、こっから出てくるんだ。あー、気持ちいい。あー、最高。あー、最高。あったかい。あー、あったか。気持ちいい。ちょうど夕日がさ、うん、いい感じじゃない？でも外が寒いけど、ここが暖かいから、はい、まだちょうどいい感じ。ほんとほんと。うわ、最高じゃん。暖かい。あ、めっちゃいい。温泉だから、なんか染み渡るわ。大輝くん、いつでも好きなだけ入れるよ、ここ。ほんとじゃん。嬉しい。これすごいよ。
じゃあ梅酒、はい、乾杯しましょう。梅酒じゃあとりあえずまあ1年間お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、乾杯。おいしい。なごちゃん梅酒飲む、うん、飲めるっていうか。おいしい。はい、OK です。実際、飾り玉手の重ね段。え、どういうこと？おいしい。めちゃめちゃフルーティー。おお、美味しいすき焼きの作り方。すごいお肉これ。熱してから。行ってください。すごい。大きい。大きいよ。卵と。すごいすごい。めっちゃ美味しそう。いただきます。はい。うん。柔らか。柔らかい？美味しい。美味しい。よかったね。箸で触るだけで柔らかさが分かる。うわ、本当だ。いただきます。どうぞ。うん、柔らかい。柔らかそう。こんなステーキ食べたことない。すごい。すごいね。おいしい。よかったね。食べてみて。はい。なんかぐっすり寝れそう。本当。幸せ。気持ちいいね。嬉しい。あったかい。すぐ寝ちゃいそうだ。うん。すぐ寝る。ご飯めっちゃ美味しかったしね。うん。布団も気持ちいいし。お風呂も良かった。お風呂も良かった。良かった。オーナーの加藤さんもね、とってもいい人で、いろいろと案内してくれたりね。そう。じゃあ寝ますか？寝ましょう。ふたの布団を味わってる。ですよ。うん。おやすみ。おやすみ。